ナニア選手の試合前インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問させていただきます。現在の心境はいかがでしょうか。心境ですか。なかなか、追い込めてもいて、かなりいい感じに仕上がってますね。試合当日かなり楽しみです。減量やコンディションも順調ということでよろしいですか。まあ、いつも通り、はい、順調ですね。ライジン初参戦ですが、周りからの反響などはありましたか。そうですね、結構道歩いてたりすると声かけられたり、はい、しますね。だから地元沖縄での試合というのはどのようなお気持ちですか。そうです、地元で試合するのが、5年ぶりなので、まあ、今までこの応援に来れなかった人たちの目の前で、試合できるっていうのが、はい、かなり楽しみですね。今回初めてアダニア選手を見るライジンファンも多いと思います、はい、ご自身のどんなところをファンに見せたいと思いますか。まあ、アグレッシブなところ と、とフィジカル、そこをちょっと注目して見てほしいなと思いますね。対戦相手の印象を教えていただけますか。雄一さん、まあ、手堅くて、まあ、まあそこそこ強い相手かなって感じです。ご自身でどんな試合展開になると予想しますか。まあ、結構、まあ、バチバチの試合になるんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります、はい、その他ご質問ある方いらっしゃいましたら媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。ご質問ある方いらっしゃいますか。はい、それでは合格松山さんお願いします。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、今都市の方社屋が氷を刻め池田道場って言ったんですけど、はいはい、どういったメンバーでこうやられてるところでやるの。そうですね、このジム自体はもう本当にここ最近、まあ、このライジンのために作り上げて、はい、うん、で僕の先輩の宗さんとか、はい、あとこの今回ライジンにも出る島地ジャンズのターカー選手とかが、はい、まあ、僕の道場に来て一緒に練習してるって感じでやってますね。なるほど。で、地域や練習環境にもすごく苦しんだものが今は。そうですね、だいぶその分は、はい、いく、はい、松田選手に勝ってからその後伊藤選手に苦しい試合だったかと思います。はい、その中で得た課題と手応えどういうふうに感じて次の試合になりました。そうですね、まあ課題は ちゃんとちょっと作戦通りにいけなかったっていうのがあって、はい、まあそこを今回意識してまあ、行こうかなと、はい、思ってます。組んでフィニッシュ。そうですね、もう今回は別に組まなくても全然打撃でもいけると思ってるので、あ、まあ、当日楽しみにしててくださいって感じですね。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。ご質問、あ、はい、それではフジテレビ内野アナお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。対戦相手の宮城選手とは練習もやったことがあるということですけれども、はい、はい、警戒しているところというのは何か言える範囲で教えていただけますか。そうですね、警戒しているのはまあちょっとまあ膝ぐらいですかね、それぐらいです。わかりました。あとはアダニア選手にとってこのライジンという大会は、どんな大会でしょうか。そうですね、もともと僕
このプライドを見て格闘技やろうと思ってたので、そのプライドに変わる団体が大臣だと思ってるので、そういう団体に本当に呼ばれて本当に光栄に思ってます。じゃあ今回の大会で活躍することというのが今後にまたつながっていくという認識でよろしいですか？あ、そうですね、はい、わかりました、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？ご質問大丈夫ですか？それでは、アダニア選手の試合前インタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。ヨギボープレゼンツライジン32レイナ VS 山本美優、女子格闘技界のスター世紀の再戦、格闘メジャーステージが11月20日ついに沖縄初上陸。